こんにちは、こんばんは、やさまるです。今日はエヴァコラボの死と襲来超地獄級に早速挑みたいと思います。前回のはやったことがないので初めてなので、もうリアル初見でいきたいと思います。こちらのパーティーで挑みたいと思います。変わった点がね、カイトにプラスを振ったっていうのと、少し振ったっていうのと、レベルが最大になったということ、スキル間になったっていうのと、あと尊権も、水の暗渠でスキル間にしたっていうところ、これだね、かな。うん、あとスキル間って言ったらカーリーもスキル間で、イザナミもスキル間でございます。でもね、ゼロ億が全然上がってないからあれなんだけど、行きましょう、挑戦。よし、これね、今回ね、まず AI を見ないでやるから。おー、でもすごいな、そんなに言えば知らないけど、これはどうしようかな。舐めない方がいいかな。普通に消します。5つ消し入れないで消します。なんか怖いな。一応ここだけ入れとくか。ほっ、よしよしよし。いや、倍率かかってなかった、やばい。うわ、強っ。いきます。ほっ、こんな感じ。よしよしよし、これは倒したでしょ。怖いな、これイザナミ使っとこっかな。右の6が怖いね。でもさっきの左の2体で結構食らったから、ちょっと使ってきます。黄泉の羽衣発動で、闇のね、でも5つ消しをしたら多分抜いちゃうと思うんですよね。だから5つ消しはしないで、でも水の5つ消しになっちゃったけど、よし、これでどうだ、これでどう。うん、あ、右の人は高防御ね。っていうことは、ちょっとここでイザナミのスキルを戻しながら、オッケーで、ちょっと闇消し、こんな感じで、よし、ここが突破かな。よし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 。え、なになになに、え、先制7000、やば。いきます。何かあった時には威嚇があるから、いきます。よしよし。あー、もう1個光消したかったかな。で、闇が一応5個ある、 OK。 これでカーリーが132万出してくるからね、結構高いよこれ。うん、ここまではあれだね、順調というか、そんなに心配することはなく。ほっ、ほっ、よし、闇はちょっと残しておいて、あ、結構降ってきたな、結構ライジングダークしたな。まあ、これは突破しちゃうかな。よし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 。で、みんな溜まってるから、ここはまあ消しながら、よし、オッケーオッケー。これ突破かな。よし、突破、よし。何が来るんだろう。うわ、 AT フィールド来た、 AT フィールド出してる。で、あと7ターン、怖いな。いきます。ほっほっほっ、一応ドロップ消して闇をいっぱい、おお、オッケーオッケー、5つある。ん、これ攻防強で1ってのあったよね。うわー、マジか、お前らみたいなやつか、玉虎みたいな。うわ、これ結構きついんじゃない、これバトル6か。怖いな。保険イザナミ、黄泉の羽衣発動、
で5つ消しします。闇のいきます。あーこれ5つ消しになってねえな、水が。でもこれでどう、これでどう。おーいった、ナイス。60万かな。うわーマジか。威嚇効かないんかい、威嚇効かないんかい。いきます、こっちからかな。サイレントワルツ発動。マジかマジか。ライジングダーク発動。あ、これカーリー先に使った方が良かったな。うーん、いきます、オールドロップチェンジャー発動。よし、闇カーリーの方が優秀だった今回の場合は。いきます、手が止まっちゃったけど。あーマジか、あー危ない。よかったよかったよかった。めっちゃ迷っちゃったけど、よしこれで決めましょう。いきやす、結構今回順調だね。いきます、ほっほっ。よしどうだ、これで突破だろ。嬉しいね、何も見ないで初見でクリア。よしよかった、よし。目を大切にしてゲームは1日1時間無理ですねそれはね。まあ、 1時間もしてない時もあるけど、する日はめちゃくちゃするからね。うん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 、多分ね全部初、多分ってか全部初だね。前回はパズドラまだ始めてなかったから。ふんふんふん。グングニール？え？グングニール？嘘。え、グングニールの人なの？嘘。マジか。イビルノバってことは、ルシファー？もう逃げちゃダメだ、コラボガチャか。おー、ここでできるんだね。はじめまして、はじめまして。最大の拒絶、これもなんか読み方があるのかな。敵1体に1万5000の固定ダメージ。おー面白い、1万5000なんだ。でも固定ダメージだからね、でも使うところはあるよね。10上げか、面白い。ちなみにスコア画面いきます。これで何点なんだろう。B か、8万点か10万点ぐらいかな多分。まあレアリティはねめちゃ高くなっちゃうのしょうがないけど。よし B です。ということで、まあなんとかね、なんとかというか結構今回は危なげなかったんじゃないのかなと思います。カイトでね、まあバインドとかそこら辺が来なかったのが良かったんだけど、まあなんとかねクリアできたということで、うん、まあ結構カイトだったら楽だったかな。まあ、だからバインドとか来ないんだったらバステトとかでもいけるかな。うん、あとはちょっとね話が変わってきちゃうんだけど、次のゴッドフェスでねセレスとかがね来てくれたらすごく嬉しいなと。アンケートでね、アンケートでね、セレスが来るとその覚醒バセットパーティーの中にさ入れて、バインド耐性の枠というか、そうそう、バインドには超弱いからね。だからセレスとか出てくれたら嬉しいなと思いながら、光カーリーも狙ってる。ちょっと話がめっちゃ変わっちゃってるんだけど、レバコラボから変わっちゃってるんだけど、それをね楽しみに待っていながらの今回の超地獄級だったんだけど、うん、でも攻防魚のところとかを一発で通り越したからよかったけど、ダメージどれくらいかね分からなかったから、まあでもまあ楽に
楽にというか、まあ、安心して勝つことができたということでございます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。